ゆうひとです。どうも、りゅうかです。今回は僕とね、りゅうかちゃんがですね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、よくその付き合ってるでしょみたいな言われたりするんですけど、付き合ってはいないですね。はい、まあ付き合ってはいないんですけれども、りゅうかちゃんどう思う俺のこと。まあ最初は、リスナーだったんですけど、なんか会う、多分なんか好きになっていきました。その、好きっていうのは、こう、YouTuber 好きみたいな感じなの？それとも、付き合うとか、結婚したいの好きなの？どういう感じなんですか？ああ、なんか、付き合う、結婚的な好きです。なるほどね。りゅうかちゃんは、私と付き合いたい。はい。なるほど。いや、そうね。まあ、目の前、言われちゃう。ね。まあ、そうね。すごいびっくりしてるんだけど、どこが好きなの？俺の。好きなところですか？うん。やっぱり、脇がだし、前歯に虫歯あるし、サンドイッチマン富澤さんに似てるし、ちょっとハゲてるし、口臭い。まあ、わかった、わかった。待って、まあ、虫歯、まあ、しょうがない。サンドイッチの富澤さんに似てるとか、まあ、しょうがないな。他は？なんて言ったっけ？口臭い。ガチで？はい。好きなの？でも。お前さ、俺のことハゲとまで言ったけどさ、好きなの？それで。はい。お前、ボケで言ってんの？さっき、好きみたいなの。違います。あ、そうなんだ。はい、どこが好きなのじゃ、例えば。今言ったのは悪いところや。どこが好きなんですかあなたは。じゃ、一応優しいところとか。一応って。うん。面白いところが好きです。あ、なるほどね。そうですか。なるほど。そっか、最初の前置きがもうきつすぎて、あんま入ってこないんですけれども。なるほどね。まあ、好きではいるってことね。はい。うん。なんていうのかな、こう。まあ、まだ年齢がね、幼いじゃないですか。だから、今聞いた感じだと、別に嫌いとかじゃないよ。嫌いとかじゃなくて、別に可愛くないと思ってないし、可愛いと思うよ。めっちゃ喜ぶよ。可愛いと思うけど、なんていうのかな。いや、いい子やと思うよ、性格も。けど、年齢差がちょっとこう、大きいなってね、思ったりするんですよ。でも、芸能人でも、なんか、10歳差とか、はい。でも、付き合って、てる人とかいるじゃないですか。ああ、そうね。まあ、だから、ね、世の中で、こう、なんだろうな、まあ、10歳差、15歳差で付き合ってる人もいると思うし、結婚されてる方もね、いらっしゃるとは思うんですけれども、あなたはまだ学生だからね、ちょっとこう話が変わってくるというかね、まあ、りゅうかちゃんがね、こう、学生っていうのを知らない人もね、まあ、いらっしゃると思うんですけどね。まあ、学生だからあなたはね、ちょっとね、問題があるというかね、ね、だから、そうだな。じゃあ、わかりました。大人になって、結婚できるようなね、ご年齢になられたらさ、もう一回言ってみてほしい。まあ、なんかこう、好きなお相手がね、もし、りゅうかちゃんが大人になるまでにできてしまったら、それはちょっと、ね、まあ、お付き合いできないかもしれませんけども、ね、そうだな。まあ、もしいなかったらもう全然、大人になった時、もういなかったらもう全然もう OK だから、もう全然。いや、OK って言ってもな、まあだから何回かこうデートしとか、いろいろな遊んだりとかしてみて、それでもりゅうかちゃんがいいよって言ってくれるんだったら、もう全然お付き合いしましょう、その時。ね、大人になった時ね。ごめんなさいね。ちょっとこう、今すごい、ね、動揺してるんですけどね。はい。まあ、個人的にね、僕の場合は、まあ、りゅうかちゃん、ね、結構、いい子やなと思っててね、もし大人だったらね、まあ、全然お付き合いしてもいいよと思ったぐらいの、まあ、出来事がね、あってね、まあ、りゅうかちゃん覚えてるかな？童貞くんと、みんなで海に行った時なんですけど、その時になんか、すごいりゅうかちゃんが、なんていうのかな、こう、やっぱいい子だなーって思う時が、
まああって、僕がすごいこう、ときめいてしまったというかね、そういう時があったんですけど、タクシーで海に行ったんですよね、我々は。はい、で、その時に、リュウカちゃんとか童貞くんたちは後ろに乗って、僕は前に乗ってて、で、まあ運転手さんがいてこう、行ってたんですけど、まあ結構その運転手さんと僕、まあ話してたんですよね。まあそれで、おならが出そうになったんですね。で、その、僕のおならがですね、約、まあそうだな、80% の確率で、まあ透かし、まあ音が出ないおならになるわけですよ。まあそれで、約まあ 15% くらいが、音割りのブリブリおならになるんですけども、残り 5% がですね、実が出る。まあ、その、要は、おもらしのコースになってしまうんですけども、まあ、そんな感じで、その、自分の中でね、まあ、ギャンブルって呼んでるんですけどね、その、タクシーの中でギャンブルの時間が来たんですね。で、ゆうかちゃんも、まあ、いますし、どうにかしてこう、音を出すわけにはいかないなと思って、頑張ってこう、お尻がこうあるんだよね。お尻が。で、大体こう、お尻の、この穴、肛門をこう、ちょっとグッて開くんですよ。椅子とか座ってる時とか。立ってる時は自分でこうガッて開くんですけど、こう、お尻を、肛門の部分をこうガッて開いて、そしたらこうガスが通りやすくなるんだよね。基本おならってその皮膚の摩擦みたいな、こう、みたいな、ここの皮膚に当たってこう空気が出て、みたいなとこがあるから、まあ、その話はちょっとね、詳しすぎるんですけどもね、どうでもいい話なんですけども、まあ、おならをこう、出すとき、まあ、ギャンブルですね。ギャンブルをするとき、まあ、お尻のね、肉をこう、ガッて開いたら、まあ、その、透かす可能性が、まあ、当たりを引く可能性が非常に高いんですよ。で、僕は頑張ってこう、開いたんですよ。頑張って頑張って。開いたけども、結局、外れになったんですよね。まあ、一番最悪の大外れじゃなかったんですけど、身は出なかったんですけど、音は出たんですよ。ブリュブリュっていう音がね、まあ、出たんですよね。まあ、それで、リュウカちゃん、がもう後ろにいるのっていうのはもう分かってて、で、ゾッとしたんですね、僕は。どうしようと思って、その、まあ、嫌われたかもしれないと思ってね。やっぱね、リスナーだし、その僕に対してはね、もうアイドル的なイメージで、もうそれこそ山田涼介並みを否定したかもね、違うって言ったんですけどね、山田涼介ではないんですけども、まあ、それこそこう、憧れのね、まあ、人物であると、そんな人がもうおならをしたと、ね、もうゾッとしてめっちゃ胃が痛くなってね、うわ、どうしよう、どう弁解しようと思ってね、椅子のね、こう、なんか椅子擦れたみたいな、運転手のせいにしてやろうかなと思ったんですけどもね、どうしよう、どうしようと思ってね、で、ごめんって謝ったんですよ、僕が。リュウカちゃんに。リュウカちゃん、あ、みたいな感じで言ってたんですけど、僕がこう、やっぱ、耐えられなくて、その、どう思ってるんだろう、みたいな。で、リュウカちゃん、おならしたけど、どう思ったって聞いたんですよね。まあ、そしたら、汚いと思いました、みたいな、帰ってきて、そうだよな、と思って。汚いと思うよなと思ってね。もうめちゃめちゃやっちまったなって思ってる時に、運転手さんが窓を全開にしたんですよね。すべての窓をバーッ全開にして、運転手さんがね。もう、リュウカちゃんがふって笑ってるんですよね。でも、俺もなんかこう、おならしてしまった罪悪感はあるんですけども、って笑っちゃったんですよね。で、みんなふって笑ってるんですよね。みんなこう、心の中でまあ、ふってなってるんですけども、まあ、そんな感じでね、その事件は終わったんですけど、その後に、海に着いた後、この罪を犯した僕に対して普通にね、仲良く接してくれたというか、ね。まあ、運転手さんね、っていう事件の、まあ、あれがあったからこそなのかもしれませんけど、リュウカさんが許してくれたんですよね、僕の罪に対して。それで、いい子やなって思って、こう、心を若干持ってかれましたかね、その時。はい。ね。はい。ね。ね。はい。まあ、今後もよろしくお願いします。お願いします。何の話やってるの？うん。どう思った？おならですか？うん。めっちゃ臭かったっす。なるほどね。
よりチャンネル登録。